まあ、何を隠そう私、血のつながらない兄弟もの萌えって、これは自分のことを書いてる。自分のことなんですね。少なくともかっこいいって男が思っても、そ俺もつけてみようかなみつたけてみよう、見ようとは思わなかったけど。いな。ってあげれてないので、なんかで反省とかしてほしい気もするんですけど。はい、皆さん、はじめまして。NPO 法人氷室冴子青春文学賞で事務局長をしております、栗林千奈美と申します。私たちは、氷室冴子さんを検証しまして、第2の氷室冴子を発掘することを目的に、氷室冴子青春文学賞というものを北海道岩見沢市で運営しております。その文学賞で記念すべき第2回目の大賞を受賞された佐原ひかりさんのブラザーズ・ブラザーという作品についての今日は読書会をお送りしていきたいと思います。このですね、読書会のタイトルを題しまして、ブラブララブ読書会と名付けてみました。楽しく、そして皆さんのこれからの読書や創作ライフに役立つような情報も交えつつお送りしていきたいと思いますので、お付き合いください。まずはですね、出演者をご紹介したいと思います。まずは直樹氏お願いします。はい、私は末永直樹と申します。ですね、本業は、北海道空知地方っていう、人口30万人ぐらいのですね、地域があるんですけれども、そこエリアに、新聞を発行している、プレス空知という、ローカル紙ですね、そこで新聞記者をしています。趣味はですね、サウナと落語です。落語は聞くだけじゃなくて自分で演じもします。あとあんまり上手じゃないんですけど、一応小説も書いて、そうですね、30歳ぐらいから、今47歳なんですけど、年間に3作ぐらい、長短合わせて30作ぐらい、書いて、ちょっとした賞もいただいたり、あとはちょっと大きなね、商業誌系の、公募文学賞なんかではなかなか一次は通るんだけど、ちょっとその先行けないみたいな、ちょっとそういうところで、悩んだりしながら、創作活動をしています。今日はよろしくお願いします。よろしくおよろ願しいくおし願いします。ます。はい、そして今日はスペシャルゲストとして、なんと、西田千尋さんをお迎えしております。よろしくお願いしよろしくまお願いします。はい、じゃあ、ちょっと画面共有してもいいですか？はい。私、顔出しは結構珍しいです。そういそうですね。マスク好きとかのは結構あるんですけど。はい、貴重な回ですね、そうしますと。じゃあ、自己紹介します。ちょっといろんな別のトークショー用の資料だったりもするんで、あれなんですが、氷室冴子青春文学賞をフリーの編集者としてお手伝いさせていただいている藤沢千尋と申します。もともとは東京の出版社で小説の、女の子向けのライトノベルの小説を長くやっていたんですが、今は札幌に住んで、フリーで編集の仕事をしたり、この画面にあるように、漫画家、イラストレーターとして、これは札幌のお仕事ですね、札幌のバス会社のお仕事ですとか、あとこれは全国ので放送中だったりするドラマの、レビューのお仕事なんかをもらったりして、関東と北海道を行き来したり、北海道にいながら関東のお仕事をしたりさせていただいてます。で、編集だったこともありまして、札幌の、専門学校で小説の講師を務めたり、氷室冴子青春文学賞は連携授業としての、この小説講座の講師もさせていただいていたことがあります。はい。現在、講談社の読み物をご紹介するサイト、ツリーというのがありまして、そこで連載をさせていただいてるんですけど、その時々の話題書を2ページの漫画で内容を紹介しておすすめするっていう連載をさせていただいてます。これ一番新しい回ですが、これの前の回に、今回のお題であるブラザーズ・ブラジャーも紹介させていただきました。こんな感じで、本を紹介したり、あと小説を書くサポートをするお仕事をさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。よろしよくろおしく願お願いいします。します。
いや、あのコントが始まる、ずっと見てました。面白かった面白かったですよね。うん、面白かった。ちょっとほろ苦いですよね。うん、あのちょっと人味な若者たちの、うん、が主人公のドラマで、なんか誰も華々しく活躍しない感じでしたよね。藤田さん本当にお仕事多彩ですね。ちょっとバラバラな感じなんですけど、今日はまあ小説の話をメインでできればと思うんですが、そうですね、はい、いろいろやってます。はい、あの小説講座ね、もう2年くらい前になりますかね。そうですね、2年前くらい、はい、雪深い時から、はい、数ヶ月あの岩見沢に通わせていただきましたね。はい、あの全然小説書いたことないみたいな方があれよあれよという間に書けるようになって、うん、あれは本当に驚きでした。お一人あの講座を受けた生徒の方が今度あのデビューされるんですよ。うん、あの前もあの電子書籍ではプロでデビューされてたんですけど、うん、実はあのついにこう紙の書籍でデビューすることに決まったんです。おすごいですね、はい、すごい、皆さんすごいですね。どうですか末永さん、やっぱりなんか紙のでデビューとかってちょっと憧れですよね。いや、もう憧れますよ。目標ですしね。なかなか、目標やっぱり、はい、なかなか難しいですね。夢はやっぱり落語の方じゃなくて小説家の方はっきり言いますけど、もちろんです、はい、あ、そうなんだあ、それはそれはすいません、はい、いやそんなですね、まあ、で本当にねすごい量末永さんね書いたり読んだりしてるので、はい、あの一緒に私もね、あのこのブラブラのことだけじゃなくて読書会させていただいてたこともあるんですけれども、あの今日はこの本について思いっきりみんなで語り合いたいということで、ぜひともということでお二人にお願いして実現した回なんですけれども、はい、いやー面白かったですよ ね。なんか連載のこともあっていろいろ本を読む冊数も増えてきたんですけど、その中でも新人のデビュー作でこのクオリティ、この爽やかさっていうのはすごい、ブラブラはすごい、あの私の周りでも、まあ、作家さんとか、がブラザーズブラジャー読んで、あ、これは愛おしい作品だとか、結構あの素敵なコメントをくださってる方結構たくさんいらっしゃって、あの実はこれからどんどんさらにこれあの売れていくんじゃないかなって思っています。やっぱりしてあの受賞作ってどれもそうだと思うんですけど、なんていうんですかね、その風格っていうかその熱量の凄さ、多分あのうまい作品っていっぱいいっぱい多分応募あったと思うんですよ、うんうん、でもやっぱりこのブラザーズブラジャーのこの熱量っていうか、このやっぱり新鮮さっていうか、そこはやっぱりまさしく受賞作の風格だなと思って、うん、もう楽しく読みました。はい、あと安定感もあるんですよね。あの荒削りというよりは文章がうまい方の、うん、サハラさんはうまい方の人だなと思っていて、うん、安心してその受賞作、これあの本にするときにだいぶ直したって伺ったんですけど、はい、あの受賞作のエブリッサに載ったものの時点で結構かなりあの完成度は高かったなと思ってます、うんうん、なるほどな。なんかうまい下手みたいなってどういうところに現れるんですかね、文章そのもの。あー、私はそのサハラさんの文章が好きですね。読みやすいのもあるんですけど、うん、言葉選びを厳しくやっている感じがしていて、うんうん、多分朝倉佳純先生の選評にもあったとは思うんですが、うん、あのあとこの前あの桜井鳥夫さんとサハラヒカリさんの座談会、はい、オンラインのさせていただいた時に、はい、あの安易に言葉をあの耳障りのいい言葉を、うん、に騙されないでみたいなことをおっしゃってありましたね。あの絆とか、はい、ね、あの気づきとか出会いとか、うん、その部長が朝礼で喋るような言葉に流されないようにみたいなことを言っていて、はい、なんかあのそういうそうじゃない本当にあの伝えたい言葉を選んで使おうっていうのが感じられるんですけど、うん、なんかちょっとお話いいですか、あの、はい、最近あの吉川トリコさんとか作家さんがあの自分たちが小説を書くときにどんなプロットを作っているみたいなのが話題になったことがあるんですけれども、うんうん、はい、あのそれ
それを見た佐原さんが自分はこんな感じで書いてるっていうのが、あのこれだったんですよね。見えますか？こう超虫食い穴あき状態で文章を作っていくみたいな感じ。へえ、面白い。これは初めて。なんかこういう書き方をする方ってすごく珍しいし、なんかすごいって、こうあのボリュームとか間みたいなものとかも完成品をイメージして書いてるんだなっていう感じがするんですけど、ただこの虫食いになってるとこは言葉をちゃんと後で考えて埋めようみたいに思ってるのかなと思って、まあ、表現も虫食いになってるし、あとキャラクター名とかも後で入れようって感じで空いてるんですけど、なんかこういうの見てると、あの言葉をそのギリギリまで一番いい言葉を入れようとしていらっしゃるのかなと思って、信頼できるなって思いました。まあ本当確かにそうですね。あの適当に入れたとかっていう感情のこととかも、あのなんていうありきたりの言葉で表現してるところってないですもんね。確かに、そうですね。比喩も結構気を使って使ってるなっていうのは、なんか隙がない感じですよね。隙がない。末永さんも感じます？いやーでも文章は上手ですよね、あのすごいリズムがいいですし、で結構やっぱり周りで読んだ人の感想、さっき藤沢さんも言ってたけど、あのやっぱり読みやすかったっていう感想が非常に多いんですよね。でまあブラブラあえてジャンル分けすれば、まあ、純文学だと思うんですけど、結構純文学ってやっぱりとっつきづらい作品が結構多かったり、現にこう難解だって言われるようなね作品が多い中で、やっぱりまあブラブラは非常にこう読みやすいし、このなんかそのリーダブルっていうのはすごいこの作品の大きな魅力の一つだなっていうふうに思いながら読みました。まあ、そのブラブラが純文学っていう、そのね純文学っていうことのその境界線っていうのどういうとこにあるんですかね。まあ、僕ね、この間ほらこの3人でまあちょっとこう打ち合わせを打ち合わせをして、はい、で、まあ、僕もその純文学エンタメ小説ってどう違うのみたいな話、少し逃げ切らないままにさせてもらって、はい、それからね結構ね何日間考えたんですよ。で僕なりにちょっと答えが見つかったっていうのは、もし誰か知ったらごめんなさいなんだけど、エンタメ小説ってあの進度、進む度合いの度が重要な文学で、で純文学って進度、あの深い度合いの度、要するになんかあのエンタメ小説ってもう起承転結つけてゴールに向かって物語を展開していく、つまりもう進行進んでいくっていうことなんだけど、純文学って、まあ、もちろん前も見てんだけど、むしろなんか下の方、どれだけこのテーマを掘り下げられるんだろうっていう、その進路がなんかこう問われる文学なのかなって、なんかそこまで今朝考えました。ちょっとこれはちょっとそうですね、こうあの進路深く掘り下げていくか、深く掘っていくみたいな、それかストーリーに読者を乗せていくか、乗せていくかみたいな、はい、ブラブラはほんと深いとこまで掘ってるなっていう、だけど読みやすいっていう、それを両立させるのがすごいなと。そうですよね。真ん中くらいにこうあの純文学とそのエンタメの真ん中くらいにいるのかなっていう気はします。私その筒井康隆さんの有名なあれがあるらしいんですけど、あの、純文学とはみたいな、純文学と大衆文学の違いは、あの人にその人に分かってもらうように書くのが、大衆文学で、で純文学はあの分かってもらえなくてもいい、まあなんか私の感覚で言うと、人に好かれようと、楽しませよう、好かれようと思って書いているのがやっぱエンタメで、であの分かる人だけ、好いてくれる人だけ好いてくれればいいっていう風に書いて大丈夫なのが純文学みたいな、そういうこうあの書き手としてはそういうところが、あるのかもしれないっていう。それを聞くとやっぱりブラブラって今藤沢さんが言ったようなことってやっぱり両立してるようなところあるんですよね。そうですね。あの、嫌われない小説だとも思うので、あのいい意味でというか。なのであのまあエンタメとか一般向け小説っていう感じもあるなと思います。そうですね。
うん、なるほどね、うん、もう本当面白いです。両立してるってことなんですね。うん、うん、面白い。いやで本当前編としてすごく面白かったんですけれども、あのお二人に特にこのシーン印象に残ったっていうところを聞いてみたいです。私からいいですか。はい、私はですね、やっぱりその印象に残っている場面、まあ場面っていうよりまずやっぱり春彦のキャラクターですよね。このもうこれ、この春彦のキャラクターなくしておそらくこの物語って成立しないんだろうなと思うんですけど、うん、やっぱりそのブラをつけるっていうことを、まあ、普通じゃないっていうふうに、ね、自覚してはいるんだけれども、なんかその特別ほら後ろめたさを感じてるわけじゃないじゃないですか、うん、春彦がもしこのなんか本当に特別ね、このブラをつけるってことを後ろめたくてで誰にも言いたくない、うんね、もちろんこの同居したちぐさにも言いたくないっていうキャラだったらおそらく成立しないので、なんかちぐさがね、いやいやそんな男の子だってね、うん、ブラつけるのはねかっこあのいいよって励まされると、うん、この物語って おそらく面白くないじゃないですか。でもなんかなんですかね、もうまるでね、なんかそのスニーカーでも履くみたいに、うん、だってかっこいいんだもんって言ってブラつける、うんで、そこから生まれるこのちぐさとのやり取りのおかしみね、通話ですよ、うん、なんかそのねつけるのが男としてどうなんだろうって思うんだけど、うん、このやっぱりね2人のこのやり取りを見てると、うん、こっちの価値観が揺さぶられるっていうか、うん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 、あれいいんじゃねえかな、ブラを少なくともかっこいいって男が思っても、うん、それもつけてみようかなみたいな、つけてみよう、見ようとは思わなかったけど、まあ、もっとよく見てみようかなとは思いました、うん、あちょっとでもやめた方がで、まあ、そういう意味で言うとやっぱり印象に残ってる場面は、うん、やっぱりあのショッピングモールの下着売り場での、うん、あのやっぱりね一大事ですよね、うんうん、で、あそこで、まあ、さっきのちょっと、まあ、繰り返しになるかもしれないんですけど、ちょっとね あそこの場面の一場面をスニーカーに置き換えてみたんですよ。はいはい、あのはい、はい、そっとスニーカーに触って、うん、ソールの厚みに驚く、うん、サイズってどう選ぶのとちぐさ、春彦があんた自分の足のサイズもわからねえのかね、これ普通でしょ、うん、普通、これブラなんですよ、うん、そう面白いスニーカーで考えると仲良し兄弟でいいですね。そうなんです、はい、これね全部ねスニーカーに置き換えたらねすんなり通るの。本当だ、はい、そうなんですよ。発見してちょっと震えました。本当だ面白い。確かにブラだもんね。そうブラなんですよ。これは面白い。やっぱりその印象残ってる場面はやっぱりあのショッピングモール、あ、まあ、おそらく山場の一つでありますよね、あそこね。あ、そうですね、あそこから急展開しますもんね。あそこから急展開ですから、ね、あそこに親友が現れる。あ、そうそうそう、うん、そうですよね。なんかそうなるかなとか思ったらやっぱりいいみたいな感じで、そうそうそう、なんか誰も来るなよって気持ちになります。そうそうそう、なりますよね。なんか伏線張ってあったから、そうそうそう、いやなるかなみたいな感じがあったもんね。そうそうそう、志村後ろみたいなね、絶対後ろから来るよみたいな、やっぱりみたいな感じで。もうその前のこうあのブラを選んで、ちぐさが選んで、でこう試着室でつけてそれを見てもらうっていうシーンは、うん、なんかこう読者としてもドキドキ、なんか古い子に何て言われるんだろうっていうふうにドキドキして、うん、なんかあのうんこう兄弟だけど何て言われるかすごい緊張感があります、ね、うん、あの若干ときめきのようなものを感じていたので、その後やっぱりハートをエミちゃんにしちゃったなみたいなのが、うんうん、そのムードが壊れちゃったなっていうのがちょっとあって、うんうん、あのいや私もあの試着のシーンは好きなんですよ、すごく、うんうん、なんかまず盛り上がるところだなと思って、うん、はい、うんね、あの雰囲気 あ、うん、で春彦のこともなんか好きになれるシーンだったので、うん、なんか淡々と姉のためにブラージャーを選ぶみたいな、うん、すごい、まあ、変わった子ではあるんですけど、うん、この子は信用できるみたいな感じ、うん、あ、分かります、ね、そう信用できる、信用できますね、そうですね、うん、そこ大事ですよね、うん、このキャラクターを信用できるのかどうか、うん、本当まあ、それ大事ですよね、確かにそれはある、それは年齢に関係なく信用できますもんね、うん、このある人はね、うん、確かに、うん、じゃあ印象に残ってるその登場人物ってやっぱり春彦くんっていう感じですか、うん、
登場人物といえば。なんかちょっと好きだなって思うキャラは、その春彦と千草以外だと、うん、私は春彦のお父さんが気になる。,、はい、笑っちゃうんだよね。後半に出てくる書き下ろし部分に出てくる春彦のお父さんが、なんか浮世離れしてる感じで。あ、うんうん、変わってる。変わってるけど、こう息子に結構やっぱ好かれてるって部分もあるし、うん、なんか、うん、なんか妙な魅力があるな。そう、憎めないですよね。うんうん、ダメなことしてるんだけど、なんか、うん、なんか可愛さみたいなのがあるから、みんな、なんかわかんないけど許されてる存在なんだろうな。うん、なんかね、鈍感でね、なんかわかんないしね。そうなんですよね。子供の気持ちもわかってあげれてないので、うんうん、なんかで反省とかしてほしい気もするんですね。でもなんかこういうタイプの人って、まあたまに実際にいたりして、やっぱこういう、あの、ふわふわ生きて、いる、はい、おじさんいるな。でも愛されなんだろうなと思って、確かに気になるキャラとしてはそうですね。どうですか、身近にそういう人がいたら惹かれます、水原さんは。あ、でも割とそうですね、うん、あの多分その意外とそういう人が好きだから、そのこのお父さんが印象に残ってるんだと思うんですけど、うん、うん、でもあれですね、あのこの前の座談会でも言ってたように、身近にいるとすごく迷惑な人、迷惑な人。でもやっぱり小説の世界にはそういう人が必要というか、そういう人たちがお話作っていくみたいな感じですね。うん、確かにそうですね。うん、末永さんは誰か他にいますか。あと、あの表題作で言うと、うん、やっぱり意外とっていうか、まあ、欠かせないのは千草の彼氏と、ともくん、ともくんですよね。うん、で、ちぐさのやっぱりともくんに対する対応、うん、で、ちぐさが、春彦に今現在どう思ってるのかっていうのが、やっぱりともくんとのやり取りで分かるんで、ともくんはやっぱりもう欠かせないですよね。優秀、優秀で顔もかっこいいけど、普通の男の子なんですよね。普通すっごい。悪気はない、悪気はないです、うん、ああいう場面で、うん、やっぱり僕ともくんみたいに言っちゃうもん。言っちゃう、おそらく自分の彼女、ちぐさが彼女だったんですよ、うんうんうん、あれはなんか自然な反応、彼氏として、うんうん、あ、心配してるというか、心配してますよね、それは心配になりますよね、きっとというか、うんうん、弟がね、ちぐさのこと好きになるぞって、うんうんうん、俺から言ってやろうかとかね、うんうん、言っちゃうもん、俺言う。牽制するっていうか。そうだ、そうですね。そのあたりもね、うん、そうですね、面白いな、うん。いや、どのキャラクターも本当にもうキャラ立ちしてて。うん、ね、私はその妹のエミちゃん。エミちゃん、そうです、ね。エミちゃんがね、やっぱすごく気になった。うん、なんかもう一つのお話できそうな感じですよね。わかりますね。うん、そうですね。うん、エミちゃんでスピンオフ、エミちゃんがちぐさをね、あるいは春彦をどう見てるのかみたいな、うん、ちょっとね、もっと深く知りたいですもんね、うん、あのヒヤッとしましたもんね、あの場面ヒヤッとしましたね、うん、言い合いする場面はクラスでね、あそこ僕、うん、隠れ山場だと思います ね、 ね、うん、そうですね、すごい修羅場だと、関係性が変わるというか、そうですね、うん、はい、あれは男子が見てるとどうなんですか、女子だとなんかね、なんとなくこうなんていうのかな、想定内の部分もあったりもするけれども、あ、僕はなんかあそこまでのすんごい修羅場に思ったわけ、うんうん、あれを乗り越えて友達関係続けられるっていうのが、うん、その彼女たちのその信頼関係、まあ、関係の強さだなのかなと思う一方で、うん、なんかちょっともうなんかもう少し書いてもいいよかったかな、もう少し知りたいなっていう、その関係も含めて、うんうん、あの修羅場もう少し見てたいなっていう感じはした、うん、どうですか藤沢さん、うん、あ、私はあの結構その女の子同士のこういうのって、そうですね、あのどんどんシリアスになってきちゃうなと思うので、うん、そんなに
なくていいなっていう感じに確かに作品変わっちゃうかもしれない怖い怖いあのこのエミちゃんがちぐさに対して言うところとかで、まあ、ちゃんと言ってあのぶつかることで関係性がまあすぐ良くなってるので、うんうん、あのこの辺をこうしっかり書いちゃうともうそういう話になってしまうので、うんうん、弟との話じゃなくなってしまうから、うん、ここはまあ、うん、あのこのくらいでよかったほっとしたみたいなちょっとあの喧嘩してるシーン読むとやっぱもうなんかハラハラしてしまうので、うん、ああのそんなにこじれなくてよかった、うんうんうん、このあのちぐさがあんまり興味を持ってないアイドルとかが出る映画を見に行くとか見に行かないとかいう、うん、そういうところとかも読んでるとちょっと苦しいんですよね。うん、じゃあちぐさんあんま行きたくないみたいだからあの2人で行こうみたいな感じでショッピングモールで会っちゃうんですよね、うん、多分、うんうん、なのでああ そういう感じかみたいな、うん、学生時代のことを思い出してしまうというか、あのやっぱりそのなんか浮きたくないというか、うん、その周りに気を使わせるのもあれだから付き合ったりとか、うんうんうん、行かないってなっちゃうとなんか角が立つみたいな、その女の子同士のそのやり取りっていうのは、うん、まあリアルですよね。だから多分私がそのハラハラして読んだってことはすごくリアルに書いてくれてるんだなって、うん、であと書くの結構これはなんか頑張って書くとこだったんじゃないかなと思うんですね。楽しくって書くとこじゃなくて、うんうんうん、ここはあの書くカロリーがいったんじゃないかなと、うん、作者の方としても、うんうん、さっき藤沢さんも言ったけど結構この作品って緊張する場面があるんですよね。意外とっていう、うん、ハラハラする場面、いや あとはあの結構ハラハラする場面、特に女性のシーンですよね。あの、うん、東子さんとかが出てくるシーンとか、うんうんうん、ハラハラ度が高かったの、うん、やっぱり女性の書き手だからそういう機微は割と女性で出しやすいのかなと、うんうん、もうだってのっけから、まあ、ほぼ冒頭に近いところから春彦のねブラジャーをこうつけてるシーンを目撃するわけでしょ、うん、あそっからブンって捕まれますもんねもう本当に掴みは OK で、あそこからものすごい推進力でして、うん、最後の畳み掛けでしょう、うん、あそこまで行ったらもう最後のあの畳み掛けって、まあ、読む人が読んだら結構真っ向臭いかなとかっていう印象を持つ人もいるかもしれないけど、うん、そこまでの物語の展開が面白すぎるから、うん、もうあとはもう無双状態っていうか、うん、もう沢原さんイケイケみたいなねいや本当、うん、すごいです。すごいですね。やっぱこの、うん、そもそものこの設定みたいなのもすごいですよね。そうですよ、うん、もうやっぱりね、あのブラジャーをつけるのが好きな弟がね、うん、ある日家にやってくるっていうその題材設定だけでもこの作品ってもうほぼかもう勝ってるっていうか、うんうん、でまたまあ冒頭話あったかもしれないけど佐原さんの文体にすっごいこの題材設定が合ってると思うんですよ、うん、でやっぱりねすごい最後までもう本当に面白く読めたし、うん、でちょっと話脇道にそれるかもしれないんですけど、あの年末にほら漫才コンビ日本一を決める M1 グランプリってあるじゃないですか、はいはい、うん、であれで2年前にあの、はい、お腹とかのねあの、コーンフレークとかのネタで優勝したミルクボーイ、はい、ミルクボーイ、うん、コーンフレーク、そうそう、あの時に、審査員のナイツ花輪が、うん、誰がやっても面白いネタをこのコンビがやったら面白いっていうのが最高の漫才だっていう評価をしたんですよね、うん、でこのブラブラを読んでてその花輪の評価を思い出して、でこのブラをつける、ね、のが好きな弟がある日やってきたっていうこの題材設定だけでも面白いわけ、うん、例えばなんか芥川賞作家の村田沙耶香さんあたりが書いたら面白いと思うわけね、うん、でもやっぱりこの佐原さんのこの文体 で佐原さんってやっぱりこれを書こうっていうねすっごい強い動機があったと思うんですよ、うん、でやっぱりね佐原さんがこの面白いただでさえ面白い題材設定のこの話を書いたからねいっちゃ面白かったって、うん、もうね受賞間違いなしですよこれは、うんうん、本当に文句なしですね。文句なしもうそう感じました、うんうん、はい、まあなんか
まあ、親が片方ずつのファミリーが一緒になってステップファミリーができて、そこから、うん、家族が増えてっていう話はたくさんあると思うんですけど、うんうん、その確かに題材として、その絶対に物語が生まれる舞台ではあるので、ステップファミリー自体は、うん、なので、そこは珍しくはなくて、だけれども、その弟が特にそのなんか LGBT とかは関係なく、まずこう美しい、まあ、特にブラジャーですけど、美しいその製品、手仕事のものが好きな男の子に出会ってしまってっていうところは上手ですよね。突然には多分思いついたとしたら、むしろその LGBT の弟が来たっていう話だったら、なんか考えつきそうな感じがするんですけど、純粋にブラジャーが好きな男の子で、普通に女の子のことが恋愛相手としては好きっていう子だと思うので、うん、それを目の当たりにした姉がなんかすごいなんか挙動っちゃう感じが可愛くて、うん、この子はもしかするとゲイかもしれないと思って気を使ったりとかしだすのが面白くて、なんかその姉とちぐさと春彦の兄弟の掛け合いがすごく今っぽくって、で、あと優しみというか、おかしみと優しみがあって、うん、私はその2人のやり取りが好きですね。そうですね。なんか喋り口とかも自然で、うんうん、結構私後半の書き下ろしのブラジャーズブルーの方の、うん、2人のやり取りはより自然になって、うん、家族になってってる感じが好きだったんですけど、うんうん、やたらと春彦に多分学校で友達がいないんじゃないかってちぐさが決めつけて喋って、うんうん、春彦がちょっと怒る怒るぼっちだって決めるなんてそういうところすごくなんか、うん、好きで二、うん、人の掛け合いがとっても好きで、うん、なのでそのもともとステップファミリーものは私は好きなので、うん、こういう設定できたかって感じで、最初に読んだ時はワクワクして読めましたね、うんうん、なんかそのステップファミリーものであるのは、その2人が恋愛関係に発展するみたいな、なんかそういう感じってまああったりしますよね、うんうん、2,3 歳の年の差なんで、最初はそれ期待しちゃうとこありますよね、うん、少女漫画だったらそうなるだろうみたいなところがあるので、うんうんうん、で清潔感のある男の子だし、うんうん、なんか気持ちはちょっとともくんに近いんですよね、うんうん、死んじゃうんじゃないみたいな、うんうんうん、もうそういう方向に行かなくて爽やかになっていくのも、うんうん、でももしかするとまだ今後は分かんないぞって感じ、うんうん、そういう余韻は残しつつですよね。そうですね、うん、ありますね。またそこがいいんですよね、うん、そうですね、うん、のつながらない兄弟萌えなので、私も昨日私の連載のやつでもありましたけれども、はい、主人公の子にナビゲーターになってる女の子がいるんですけど、しおりっていう、まあ、何を隠そう、私血のつながらない兄弟もの萌えって、これは自分のことを書いてる自分のことなんですねたまに全然自分と関係ないこともこの子は言うんですけど、今回はこの回は私の気持ちを代弁してもらった感じですね。うん、そっか、まあ面白いなこの回は、うん、あとはブラザーズブラジャー、この表紙がとっても素敵なので、はい、台湾のイラストレーターさんですよね、うん、確か、うん、で、あ、春彦ってこんな感じなんだと思って、うん、漫画にもなんかちょっとその辺を取り入れて、うん、春彦くんのブラジャーをつけるシーンを描かせてもらったり、うんうん、はい、そうですね、なんか本当にね、すぐドラマにできそうですよね、うん、いや本当そうです、うん、映画とかで見たいですね、うんうん、見たいですよね、もう実写で見たいですね、はい、あれ実写にするとしたら藤沢さん誰がいいって言ったんでしたっけ。ですね前言ってたんですよね、その、はい、小西英斗くんですね。小西英斗くんぜひ彼を春彦に推したい。まあ、髪型がもう完全に春彦、ね、そうですね、春彦ですね、ちょっと横浜流星君に似てますかね、うん、シュッとしてシュッとしてますね、うん、じゃあ彼に決めますか。そうですね、はい、そうですね、勝手に
ちぐさは誰なのかなって、もう長野めいちゃんは単に僕が好きだっただけだもんな。まあ長野めいちゃん、まあでもいいですね、ちょっとコミカルな方がいいとは思います。確かに、うん、長野めいちゃんありかもしれないですね。あり、若い頃のガッキーみたいな感じとか、ね、うんうんうん、ポストガッキーって言われてますもんね、長野めいちゃん、うん、ね、うん、ちょっとコミカルな方が転んだりするし、うん、そうです、ね、転んでる確かにいいと思います。転んでこう晴れ行こうってやるんだ、ね、あれ本当笑っちゃうそこでね、ハルヒコにそれやられちゃうとやっぱりグッときて、その時に僕勘違いだなと思ったのは、温めていたネタに何か新しい要素をグッと